自白してるんだろう。だとしたら間違いなく死刑だろう。本当は何で殺したと思ってるんですか。本当のことには興味ないかな、シフルさんは。会うたびに変わる供述。弁護士が知りたいと願った本当の動機。心震える衝撃の真実とは。あなたは三度目の殺人。